ホワイトマーシュの戦いは、アメリカ独立戦争のフィラデルフィア方面作戦中の1777年12月5日から12月8日にかけて、現在のペンシルベニア州4とワシントン近く、ホワイトマーシュで戦われた戦闘である。一連の小競り合いの形を取ったこの戦闘は、1777年にイギリス軍とアメリカ大陸軍が介したものでは、最後のものとなった。 イギリス軍の指揮官、ウィリアム・ハウは占領していたフィラデルフィアから大部隊を引き出し、冬が始まる前にジョージ・ワシントンと大陸軍を潰そうと考えた。ワシントンはイギリス軍の攻撃を跳ね返し、ハウはワシントンとの海戦で決着をつけられないまま、フィラデルフィアに引き返した。イギリス軍が撤退した後で、ワシントン軍はバレーフォージの冬の宿営地に引き込むことになった。 1777年10月4日のジャーマンタウンの戦いでの敗北後、ワシントン軍はパーキオメンクリークを越えてスキッパックパイク沿いにポーリングズミルまで撤退し、そこで10月8日まで駐屯していた。その後、スキッパックパイクを東に移動し、ホーティフット道路で左に折れてサムニータウンパイクを進み、タワーメンシン町にあるカルプスビル近くのフレデリック・オムポールの所有地に、 宿営地を張った。そこにいる間に、ジャーマンタウンの戦いで受けた傷がもとで、フランシス・ナッシュ将軍が死に、目のないと集合墓地に葬られた。10月16日、ワシントン軍は二手に分かれ、一軍は、ホーティフット道路を経て、スキッパックパイクを進み、もう一軍は、サムニータウンパイクからノースウェールズ道路を進んだ。10月20日、この二軍は、 スキッパック・パイクを下ってホイット・ペンに至った。11月2日、ワシントンは一軍をスキッパック・パイクから一軍をモリス道路から現在のペンシルベニア・アベニューに進ませ、フィラデルフィアの北西約13マイルのホワイト・マーシュまで進軍させた。12月早く、イギリス軍の指揮官、ウィリアム・ハウ将軍は冬が来る前に ワシントン軍を叩いておくためのその年最後の機会を捉えようと考え、新しい宿営地に移動しつつあるという噂が聞こえてきたアメリカ大陸軍に対する攻撃準備を始めた。ジョン・クラーク少佐が指導するワシントンの情報網は、クエーカー教徒の主婦リリア・ダラーを通じて、イギリス軍が大陸軍を吸収する計画を立てていることをつかんだ。 ハウが約1万4000名の部隊を率いて11月4日の深夜にフィラデルフィアから侵発した時、大陸軍も迎撃準備が整っていた。イギリス軍の前衛はチャールズ・コーンウォリスが率い、ジャーマンタウン・パイクを進んだ。第二陣はドイツ人傭兵部隊を率いたクニプハウゼン将軍が大陸軍の左翼に向かった。12月5日の早朝、コーンウォリス軍が 大陸軍の前線の右方3マイルのチェストナットヒルにいるところを見つけ、アレン・マクレーン大員の偵察隊がベガータウン近くで銃撃した。ワシントンはジェームズ・アービン巡将にペンシルベニア民兵600名をつけてコーンボリスの前衛部隊の迎撃に向かわせた。それに続く戦闘でアービンは負傷し捕虜にされた。その夜、イギリス軍は ベスレヘムパイク沿いのセントトマスエピスコパル教会で宿営したが、その場所は大陸軍からは半マイルも離れていなかった。12月6日と7日には一連の小競り合いが起こり、イギリス軍は常に大陸軍の弱いところを探っていたが、その度にワシントン軍に跳ね返された。一回だけ、ジョセフリードとジョン・キャドワラダー将軍が大陸軍と離れてしまい、 ドイツ軍人兵部隊に攻撃された。この時は初日に海戦の火蓋を切ったマクレーン大意とその騎兵隊が二人を救出した。12月7日、ハウは現在のアビントンにあるエッジヒル道路から大陸軍の左翼を突くことを試みた。ワシントンはダニエル・モーガンのライフル狙撃兵隊とモーディカイ・ギストのメリーランド民兵隊を送って迎撃させた。 激しい交戦の後で、両軍は尻ぞいた。翌日、ハウ軍は、海戦を諦め、フィラデルフィアに尻ぞき返した。大陸軍の損害は死傷者90名であり、この中には、モーガン隊の27名とメリーランド民兵の16、7名、及び、第一ニュージャージ連隊のジョセフ・モリス少佐が、含まれていた。他に32名が、イギリス軍の捕虜となった。 イギリス軍は60名が死傷した。ワシントンはハウとの戦いで決戦に及べなかったことで不満を抱き、大陸会議の議長に次のように報告した。私は部隊がしっかりと攻撃したと心より思っている。我が軍の配置と宿営地の強固な位置からあらゆる可能性ある手段を取れば幸運で良い結果になったことだろう。同時に私は、 我々の陣地から敵に攻撃をかけることを思いとどまらせたその理由、慎重さ及びあらゆる原則的な政策を付け加えねばならない。手段を正当化するのは成功でしかなく、敵の配置から考えて成功は期待できなかった。12月11日、大陸軍はホワイトマーシュを離れバレーフォージに向かった。そこまでの距離は13マイルしかなかったが、8日間を要した。 ありがとうございます。